皆さん、オフベイミルキーです。本日はですね、こちらですね、ソニーのデジタルカメラ、先日修理したものになります。これをね、魔改造していきたいんですよ。まあ魔改造って言ってもね、私がね使いやすいように改造していきたいっつうだけなんですけども、今運用できていない理由が2つありまして、1つはね、外部入力のマイク端子がないんですよ。こいつ内蔵マイクしか対応してないんですね。なので外部端子のマイクをつけたい。それと2点目、ここの USB Type B があると思うんですけども、ここってまあ通常給電、長時間使うときにね、電源を供給する端子として使うんですけども、今回ね、私これ使いたいんですよ。リモートコマンダー、リモートでね、ズームとか録画、そんなのを操作できるっていうやつなんですけども、これをねここにつけたいんですよ。そうすると給電ができなくなるので、こちらですね、バッテリーが入っているところ、バッテリーが入っているところから直接電気をぶち込みたいと、ぶち込むねデバイスを作っていきたいんですよ。そんなところをね、今回やりたいなと思っています。あ、もしかしたら改造したことによってね、カメラが壊れてしまう可能性もあるんですけども、そこはねまあしょうがないという気持ちでね、やっていきたいなと思います。はい、それではね、早速やっていきましょう。はい、ではまずマイクからですね、とりあえず分解していっちゃいます。すげえ、なんかゴミだらけ。これ外しちゃうか、これがマイクだからね。じゃあちょっと取っていってみましょう。取れるかな。お、取れた。結構案外簡単に取れた。お、取れた取れた。はいはい、取れましたね。この4本の端子のうちね、2つはグランドのはずなんで、上ですね、上側がグランド、ああ下、反対側は下側ですね、下側がグランド。はい、熱収縮チューブ入れてね、よいしょ、はい、OK ですね。こんな感じでいいでしょう。はい、予備判断しておきます。マスキングテープで固定してハンダ付けすることにしました。あとフラックスを塗っといて、大丈夫そうだね。反対側もちょっとやってみます。うん、つながってないね、大丈夫ね。はい、はい、では元に戻していきます。テープ巻いて絶縁しときましょう。
端子はこの基板から持っていきたいんだけども、ヒートガンで炙っていきます。取れた。ここまでできたんで、あとはこの先端にこの端子をつけてあげるだけですね。この端子がグランドで、右左になってますね。なのでこれをくっつけていきたいと思います。はい、ちょっとね、なぜか動画撮れてなかったんだけども、あの端子くっつけてね、熱収縮チューブでちょっと形を整えました。こんな感じですね。取り付けた感は出ちゃいますけども、筐体傷つけて穴開けるよりは、まあどっかから出した方がいいなということで、こっから出しています。これで外部マイク多分使えると思うんですけどもね。はい、ではですね、このバッテリーの代わりとなる電源ね、作っていきたいと思います。でバッテリーなんですけども、ここプラス T マイナス C とあるんですけども、この C はね、ここに端子がないので使われてませんね。3つしか端子がないので、なので C は無視していいと思います。なのでプラスとマイナス、あと T ですね、ここをちょっと見ていきたいと思います。これ今約満充電ですね。 4.14、 まあだいたい 4V、 ここにも書いてありますけども 3.6V の 1240mAh って書いてあるんで、まあ 4V ぐらい出ると満充電だったら、なのでまあ 4V ぐらいに設定すればいいかなと。で T が何かっていうところなんですけども、 4.09 でちょっと電圧降下してるんで、これ抵抗を測ってみましょうか。ここはないよね。114kΩですね。だいたい 100kΩ ぐらいの抵抗がグランドと T のところについてるんじゃないかと思います。なので電池のケースを作ってあげて、プラスとマイナスに、まあ、USB の電源からね、5V 供給してあげるんですけども、 5V そのままだとちょっと具合悪いので、こういう高圧モジュールですね、これを使って 5V から 4V まで下げたいと思います。あとケースの中には 100kΩ の抵抗をつけたいと思います。はい、でケースは 3D プリンターでね、印刷してきちゃいました。すでに曲げてあるんですけども、これが真鍮の板を曲げたもんですね。これをまあ組み立てていくって感じですね。はい、じゃあフラックス塗っておきます。指ハンダしておきましょうか。導線の方にもね、フラックス塗っておきます。導線案外つかないですね、ハンダがね。はい、それと 100kΩ の抵抗ですね、こいつもつけてっちゃいます。で、あとちょっとカッコつけたいので、アルミテープね、貼りたいと思います。どう？まあ結構かっこよくできたんじゃないかな。こんな感じね。で高圧モジュール作っていきたいんですけども、高圧モジュールは電圧の調整しないといけないので、安定化電源からね 5V 入力しています。これに対して 4.66V、 まあこんぐらいかな。 3.99V、 うん、こんぐらいでいいかな。まずはね、これで調整が終わったので、この電源から来てるねコードにつなげたいと思います。ここら辺でいいかな。
多分これ発熱するから、これもケース作ったんですけども、下に耐熱テープ貼ってあります。ここにどう貼ろうかな、両面テープかな、ピロって貼ってギュッと、でカポってかぶして、うん、いいんじゃないかな、こんな感じ。はい、あと USB の端子につながないといけないので、ぶった切ってつないでっちゃおうと思います。熱収縮チューブね、先に挿しておきます。じゃあここね、ちょっとお高い絶縁テープ、布テープで巻いちゃおうと思います。はい、こんな感じですね。あとはちゃんと電気がね通るかですね。今 USB 電源つないでます。で、電圧がちゃんと出てるか確かめたいと思います。はい、4V ですね。で、あとこの T とここ 3.97、 まあいい感じですね、問題ないと思います。あと抵抗も見とこうか、98キロオーム、まあ約100キロオームなんで、まあ問題ないと思います。じゃあカメラね、つないで確認してみたいと思います。まあ下手するとちょっと壊しちゃう可能性もあるかもしれないですけど、ね、スイッチオン、うん、つくね、ちゃんと。こうだね、うん、完璧完璧。じゃあこれで実際に撮ってみましょうか、動画をね。はい、今カメラのセッティングをしました。こんな感じですね。明るさとかは問題ないかと思います。声は聞こえてますかね、と分かんないんですけども。ではズームやっていきたいと思います。今リモートコマンダーをねつないでるんですけども、この状態でズームしていきます。出ますね。ここまで来るとちょっと厳しいか。でもまあここまで来るとね、周りがぼやけてしまっているんですけども、まあ真ん中にはね焦点合ってるんで問題ないんじゃないかなと思います。まあね、中華のマイクロレンズを使ってるんで、まあこんなもんかな。もうちょっと倍率とかね変えてあげるともっと拡大できるかもしれないんですけども、まあ十分でしょう、ここまで拡大できればね。真ん中は焦点合ってるしね。オートフォーカスが甘いようなところありますけども、追従性はそんなに良くないけども、うん、いいんじゃないかな、十分だと思います。これ今あの電源もね、バッテリーじゃなくて USB 電源から撮ってるんですけども、特に問題なく撮影できてそうですね。ということでね、今回の魔改造は成功かなって思いますね。成功でしょ、どこも失敗してないからね、こんなもんかなと。はい、このチャンネルはね、ジャンク修理とか DIY、そんなのを中心にね、お送りしています。もし面白いよって思われたら、グッドボタン、それとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは本日は以上。